はい、どうも、鳥さんです。本日は、多分あれだ。はい、ということで。はい。はい。何でしょう。本日は、はい。水平思考クイズ。はい、わかりました。では、問題。はい。とある女性から生まれた、子供が2人。2人。はい。はい、この2人いる。うん。同じ日の同じ時間に誕生しました。うん。でも、うん、この二人は双子ではありませんでした。はい。なるほど。なぜでしょうか。とある女性から生まれた子供が二人、はい、同じ時間に生まれた。でも双子じゃありません。はい、なるほど。その生まれた場所は同じ場所ですか。はい。産んだ女性は一人ですか。はい。その生まれた日同じなんですよね。はい。時間も同じなんですよね。はい。同じ年ですか。はい。ああ、じゃあ本当に同時に生まれているんですね。はい。なるほど。でも双子じゃない。はい。でも子供は二人。本当はもう一人生まれていた。三つ子だった。正解。本当に？まあこの場合四つ子でも何人でもいいってことだよね。という。はいはいはい。おお、その発想によくたどり着きましたね。適当ですけどね。ああ、当たってしまったんですね。すいません、ボケられませんでした。こういう時にね、もうちょっとボケないとダメですね。あっという間すぎますね。使うのかな、これ。ね、ということで、じゃあ、ね、皆さんはもうちょっと長く楽しむ、ね、やるときは、分かっててもすぐ確信にいかない。これがバラエティの基本だぞ。ということで、またお会いしたいと思います。バイバーイ。